あ、どうも、クリスマスに撮影してます。何だっけよ、フランクリン。ということでクリスマスでも撮影編集している私偉くない？予定なかったんだな。できなかったんだよ。でもそんな私にもプレゼントが来ました。見てよこのクリスマスツリー可愛くない？可愛くない。なんで爆弾作ってんだよ。ほら見てここにはナーバの後頭部。どういうツリーだよこれ。クマは本命はこっちですよ。きっと金銀財宝が入ってるはず。サンタ破産しちまうぞ。出た。おお、これはどう見ても金貨でしょ。こいつ良い子じゃないですよ。良い子じゃなかったな。いやいやいや、パッと見金貨だしサンタさん間違えちゃったんだね。まだあと2つあるから。落ち着けって、その2つで間違いだったかわかるぞ。ゴミ出てきたって。それはパイプ用防水剤だね。霊夢それ欲しかったんだろ。いらねえよ。さすがに最後ぐらいはいいものが入ってるはず。では気を取り直してやっていきましょう。前回はクアーリー動かしたんだったな。そうなんです。その動画プレミア公開したんですけど、なんと30人もの方が同時に視聴してくれたんですよ。え、結構すごくない？大体1クラス分ってことでしょ。でもコメントしたのほぼ自分だけ。一人で盛り上がってたのな。悲しすぎるだろ。それとこの度なんと登録者数が7500人突破しました。ほんと感謝感謝。ハッピースマイルですわ。ハッピースマイルをそんな雑に使うなよ。ということでこれからも応援のほどよろしくお願いします。今回の舞台は別ディメンションである黄昏の森。そこにあるリッチタワーを攻略してもらう。目標は最上階にいるトワイライトリッチ。奴は防御魔法に特化しており強力なシールドをまとっている。そして今回の目標はリッチだけではない。後にラビリンス、ゴブリンチ、イエジオで気持ちする。こいつらは所在不明なため探す必要がある。これらを踏まえて作戦を説明する。まずヘリでリッチタワーへ移動。後150ミリにリーランチで屋根を吹き飛ばす。そしてガンシップで空中から弾薬の雨を降らせ撃滅。他の目標は全て地下にいるためこちらから赴いて撃滅。何か質問は？なんでまた霊夢が作戦リーダーなんだよ。別にいいだろ、今回こそうまくやるから。てか随分と豪華な兵器を使うんだね。ふふ、そうだよ。我が部隊はクアーリーという実質無限資源を手に入れたからね。家の周りはマボコだらけにすんな。誇りみたいじゃない。今の時代意味ないから。では早速兵器の説明を。なんで顔から塩出てんだよ。ということで黄昏行く前に見てほしいものがあるの。ナーガの顔か。綺麗よ。これ見てこれ、やっと無限が出たんですよ。ご飯ですよ。違うんですよ。やかましいわ。今までも無限ついてた武器あったんだけど、あれ移動速度が落ちちゃうんだよね。ほんとゴミ。じゃあなんでつけたんだよ。だから扱いやすいであろう SMG に新たにつけました。だからっていい加減かわいそうだぞ。あとスナイパーに射撃ダメージ増加つけたよ。威力は24。霊夢2パンってとこか。うん、そんな感じ。じゃあ行く前に油断砲の使い方をおさらいしようか。いらんくね、早く黄昏行こうぜ。あれ興味ないっすか？フランがそう言うなら仕方ないな、早く行こう。あ、バナナも興味ないのね。まず設置して右クリックで乗って照準して、これが緑になったら撃てて発射。あとはさっき説明したガンシップ買ってヘリ回収して黄昏を。はい、到着しました。なんというスピーディーさ。どこだここ。さっきまで何してたんだっけ？あれ？以上です。異世界転生みたいなノリやめろ。なんか既視感あるんだよな。ということでこの魔法の地図を使ってボスを探していくよ。待って、ここリッチ3体もいるやん。ボス感ないな。ボス感は？量産型リッチってことか。意味わかんねえよ。そういや、黄昏ってゲリラ出たりするの？出るはずなんだけどいないんだよね。いいじゃねえか。怖いんでヘリで移動します。最初からそうしろよ。黄昏には昼夜という概念ないからね。そのせいかゲリラだけ湧くんだよね。勘弁してもらいたい。だったらなおさらヘリで移動した方がいいじゃん。ということでリッチタワーの隣にある木に着きました。なんで木の上？タワー頂上のここら辺にいるらしいんだよね。なのでここから油断で炙ります。あ、そういうことなのね。随分とこすいな。いつものことじゃん。うるせえな、お前もバナナにすんぞ。発射。え、ちょっと待て、砲着どうなってんの？浮いてますけど。浮いてんのかよ。根本的な話、木の上っていう時点でおかしいけどね。確かに。あ、当たったのかな？いや、当たってたとしたら精度悪いし、よくなさすぎやろ。ちゃんと当たってたよ、こら。ちょっと何言ってるかわかんない。ほら当たってるやろ、ここ。ここだよ、ここ。ここだって言ってんだろ、ここ。もうわかったよ。てかクソ精度悪いし、よくないね。ここ言ってた割には理解するの遅いな。こんなん一生かかるやん。それな、やっぱ霊夢リーダーを襲うぜ。賛成。やっと穴開きました。ガチでうるさい。で次はどうするの？次は作戦通りガンシップでとどめを刺します。屋根壊しただけで次とどめってなんかおかしくね。君のような勘のいいガキは死んでしまえ。
で、こわ。やっぱ作戦リーダーから。嘘です、言ってください。それはそれで変。ということで、さっさとこいつで片付けましょう。木の上から離陸します。さらっとやべえこと言ってんな。いや、地面5ブロックぐらいしかないのに飛べないだろ。いざ、発艦。最悪な誤字してるやん。無事離陸しました。おい、どうなってんだこのゲーム。ちなみにこの機体は武装が左側にしかなく、映像のように目標を中心に左旋回しながら攻撃をするんだ。こんな大胆に攻撃してたらすぐ撃墜されそうだけどな。その通り。ダメじゃねえか。だから制空権を確保できる力を有するアメリカのみが使用してるんだ。なんで左側なの？右でいいじゃん。というフランチャイズコーマ艦船は引っ込んでいてください。はい。実は機長の座席が左側にあり、目標を視認しやすいという理由で左側なんだ。アンダースタンディット。わかったけど、これ陸地にダメージ入ってるの？ボス戦特有のダメージバーが出てないから入ってない。はい。結局地上戦になるの。なぜなぜ知るか。変に荒らしたせいですっごいボコボコになってるやん。降りたらクモの巣引っかかったし。何してんだよ。で、あれボスじゃなくてスポーンブロックがある。あれがリッチでしょ。確か近づくとスポーンするんじゃなかったっけ。じゃあ今までのは言えなかったってことか。私もいくら何年やってんだろ。王子文字塔始まった。はい、ということで近づくと現れました。ゴミがすごい。とりあえず邪魔なので掃除をします。私偉い。あれなんか分裂したよ。色が濃い方が本体なのでね。あのゼロダメージなんですけど、あ、先に衛星フィールド壊さないとダメだったんだ。いや、さっき自分で説明してただろ。衛星フィールドには引っ込まないのね。ふわ、びっくりした。お前友達いないだろ。精神攻撃しかけんな。ってこいつ分身だ。おい、階段底抜けてるって。やべやん。地面よ、底抜けたんじゃなくて底抜けてたの。体重でってことでしょ。だから元から壊れてたの。わかる？元々床がなかったってことだよ。そっか。お前マジで脳みそこしあんにしてやろうか。不安希望で。どうでもいいから早く力士倒せよ。って言ってもどうやって盾剥がせばいいか。あ、確か相手が飛ばしてくる弾を弾いて盾壊すんだって。え、そうなの？理解力ないくせにそういうのは知ってるんだね、うざい。なんで？とりあえず壊せるならとっとと壊そう。でもうすぐ7分経つから。やば。バハマが尺を気にしているだと？マリサだぜ。どや？おい、今壊れたんじゃないか？ほんとだ、1枚減ってる。この調子で。尺気にした途端中に終わるやん。ということで、最優先目標であるトワイライトリッチ討伐しました。盾の壊し方さえ分かれば簡単だったね。ということで、討伐報酬はトロフィーとボートゴミですね。辛辣やな。どう？かわいい？それつけてかわいいかって掴んだろ普通。ブス。はい。この後一応島内を探索しましたが、特に何もありませんでした。てか、ここで入り口とかないのね。欠陥住宅。欠陥も何も違法建築なんよ。他の建物よりはるかに背の高い建築、さらに高層建築にもかかわらず航空障害等がない。建築基準法日照権の侵害、航空法第51条違反により立地に賠償金の支払いを命じます。いや、賠償金どころか殺しちゃってるじゃん。ペロペロ。一緒。デセペロだろ。え、ペネロペ？違う、ハバネロな。全部違うんよ。てか、今待ち伏せ食らって交戦中なんだけど、こいつら雑魚すぎ。みんな霊夢以上に霊夢悪いからな。ほら、食らってもノーダメ。絶対相手。一発でも食らったら致命傷だろとか言ってそう。それ FPS あるあるの言い訳じゃん。じゃん。え、ちょっと。は？いや、何が起きたんですか？一発で致命傷になったんですけど。人間実行ってか？やかましい。てか、またいつも通りゲームメニューなんですが、ピースフルとか考えてませんよね。いやいや、ここは男らしくこのままで乗り越えてみせますよ。お前女だろ。まずは遮蔽物で身を隠し体力を回復する。ハート1じゃ何もできないからね。よし、ここなら安全かな。何してんの？なぜかゲリラが湧かなくなって無事到着しました。何してんの？さらっとコンフィグいじって他ディメンションでゲリラ湧かない設定にしたのね。お前男じゃなかったのかよ。え、女ですけど。なんだこいつ。無性にイライラするので、もう一体リッチ倒します。やつ当たりかい。1、2、3、不合格です。それな。いや、誰だよ。残念でした。いや、リッチ倒したから残念ではないだろ。残念でした。マジなんだこいつ。あ、怒らした。え、これ怒ってるの？じゃあ次はゴブリン騎士を倒しに行くよ。地図を見た感じこの辺りらしい。なんだこの森、暗すぎだろ。確か地下にいるっぽいから、まず入り口を探さないとね。いや、これ見つかるか。相当暗いぞ。見つけました。案外あっさりな。私はこってり派。んなこと聞いてねえよ。で、ここにナーガカリッチのトロフィーを置くと扉が開きます。ちなみにそれ以外に侵入する方法はありません。いざ、出陣。そしたら先には木つぶしをねぐらいの怖いから。雑魚やん。っていうか、誰もお出迎えしてくんないね。何されたいの？いえ、結構です。なんか迷宮みたいだね。これは迷いそうだな。なんか広いとこ出た。大げさすぎるだろ。こいつはコボルト。黄昏全域にスポーンする RPG でいうスライムだね。マジか、大げさすぎたわ。え、待って、影ブロック回してる？そいつはゴブリンだね。紹介する前にいなくなっちゃったよ。くさ。探索してたらお宝見つけまし、ゴミ箱でした。こんなとこまでゴミ回収来ないでしょ。それな、何の話してるん？その先になんかあるよ、行ってみよう。アバウトすぎるだろ。なんかいる。とりあえずスポナー壊すか。ちょこっち来たよ。何これ、気持ち悪。はよ倒せ。割とあっさり。私はこってり。いや、なんか倒す直前聞いたことある声が。知らん、気のせいでしょ。そうか。せっかくだし、ここはグレネード投げ込んでみるか。いいね、まだいるみたいだな。
見た見たかっこよくない？普通だし。なんで？お宝は？まあゴミ箱だよね。とりあえず見たことないの持って帰るか。知識がないだけで実はレア物入ってたりしてな。うわなんか来た。そいつはゴブリン騎士だね。そうだね、もうちょい説明させてあげて。うわ、何なんだこいつ。ガチで不気味なの来た。あれ以外と足遅いわ。そいつもゴブリン騎士。いや、ゴブリン騎士、あれどっちだ。ねえキモいからもう倒していい？あ、時間ある時に限って説明できないのな。ごめそ。はい、というわけであれから20分ぐらい経ってようやく見つけました。ここのボス部屋です。想像以上に迷宮だったな。チーズ邪魔すんぞ。邪魔すんあったらどこと。はいよ。どっかで聞いたことあるな。てか超えたか。じゃとりあえず適当に打って数を減らす。数が減ったら急いで松明設置。こうすることによって戦闘的にも動画的にも見やすいのだ。なんか数上げに来てないね。別に違うよ。よし、こっからが本番だ。早くない？こっちのセリフな。ゲリラモッド恐るべし。じゃお宝は？結構強いな。エンチャントは強いけどプラスチック装備にはかなわなそうね。ゲリラモッド恐る。とりあえず水中呼吸とか使えそうなものだけ持って帰るわ。でかいマサラだけどボスの名前ナイトファントムらしいよ。マジ？最初の説明ゴブリン騎士って言ってたけどそれはこっち。モブキャラじゃねえか。だから正確にはゴブリン騎士拠点のボスがナイトファントムってこと。作戦リーダーおろすか。賛成。誤った情報をお伝えしてしまいました。訂正してお詫び申し上げます。うわそれテレビのやつ。それでは次のとこ行きますか。次なんだっけ。次はラビリンスだね。はい到着しました。こちらも地下迷宮です。マジかよ。じゃ早速倒したっていくよ。おいなんかええよ。ごめん迷宮凍土になってたわ。ブシ。それは関係なくない。入り口近くにお宝発見。早速回収する。なんかやばい音しない？あんまいいのないな。はい撤収。お前知ってたろ。もちろん、このトラップは知ってる人多いんじゃないかな。そこは取れ高だろしね。いやだよ、怖いなこのフランチャイズ。南東山北なんてん。どこだよそれ。とかなんか言ってたら広いとこ出たよ。むっちゃお宝あるやん。ゴミゴミゴミ。次行こうか。適当かよ。なんか迷宮ウエハースとかいうどこにでもあるものに名前つけて限定感出してるのうざい。的確やな。おうめっちゃびっくりした。めっちゃびっくりしたやつの反応じゃないんよ。今倒したのはミノタウロだね。牛みたいに泣いて突進攻撃をしてくるのが特徴。ついに倒した後に解説してきたな。うわまたなんか出た。スライムの擬人化か。どこがだよ。今のはスライムビートル。ビートルズ？違うわ。スライムボール飛ばしてくるんだって。見た目とは裏腹に可愛いのな。そのスライムボールは全難易度共通で8ダメージしかも一定距離を保ってそこそこの連射性とダメージで攻撃してくるよ。わぁ。全然可愛くない。おお次はなんだ？完全に見た目虫だな。今のはピンチビートル。クワガタで大きなハサミで攻撃してくる。体力が豊富で防御系の敵だって。防御系関係なくすぐいなくなっちゃう。ゲリラモッド遅く。ということでさらに地下に行ける道を発見しました。マジかよ広すぎな。ちなみにこの穴以外から地下に行こうとしても岩盤があるから行けません。徹底してるな。うわバケモン来た。ポケモン。いやデジモンだな。全部きれいよ。こいつは迷宮スライムといって普通のスライムの強化版なんだ。どちらにせよ銃にはかなわん。いっそのこと銃禁止にするか。やめろこのシリーズ破綻するぞ。はーい、ということでやっと見つけました。柵の向こうにいるキノコ牛ヘッドがラビリンスです。じゃ支柱取れるじゃん。嫌だよ汚い。かわいそす。てかこれラビリンス監禁されてね。いた、壁越しに攻撃してきたぞ。ちょちょ一旦回復。なんか手下に攻撃されてね。なになにどういう状況だよ。めっちゃ怒ってるな。ピンチビートルに挟まれて動けないとこにミノタウロが攻撃してるって感じ。おやじになったって。なんだよお帰りいただこうか。ラビリンス死んじゃったよ。なんだこれ。ちなみにクワガタに挟まれるとこんな感じで動けません。めっちゃビビってるやん。だって壁越しで掴んでくるんだもん。これは怖いわね。ということで倒しました。正確には倒してもらいましただろ。漁夫乗りを得ました。正解。でも自分で倒したわけじゃないから実績は解除されてないんだよね。お宝の中で唯一まともなのがこの魔法の金貨でした。何に使うんだ。これと作業台を合わせるとリバースワークベンチっていうのができるよ。それを使うとなんとクラフトしたものを材料に戻せます。じゃああれだ、霊夢とかいうのを一気に果物が超多く作ったクアリーも解体できるってことだな。はいそういうことです。ちなみに解体には経験値が必要だよ。ということでやっと最後イエティを倒します。もう尺とかどうでも良くなってるもんな。あー見て見てカラス。こう見ると可愛くない。そんなことしてる場合か。いやなんでゲリラいるんだよ。知らん。コンフィグで湧かないようにしたはずなのに。それはもうドンマイってどこだったっけ。ヘリー島だから遠いよ。なんか可愛い生き物いるんだけど。切り替え早。それはペンギョイモンだね。何それ一緒。間違えたペンギン。どんな間違えだよ。お持ち帰りしたいな。急に離れてくやん。無事発見しました。しかもカラス行ってました。よかった。こっちは直撃だもんな。頭悪い。ということでエーティーノス発見しました。何そのカワシー的なやつは。周りにちっこいのがいるね。あれはウィンターウルフ。敵です。だろうな。親玉がいないんだけどどこ行った。割り潰してたら出現しました。怖いから一旦引こうか。なんか飛んできたぞ。
音かわいい。そこじゃねえだろ。とりあえずこっからスナイパーでってノーダメージなんですけど。そんなことある？んじゃ仕方ない、近づくか。うわ危な。音かわいい。だから違うって。近づいてもダメージ入らないね。マジなんで？そやグレネード投げたろ。爆発は最強ですからね。浅はかなり。え？ダメージ入ったぞ。マジか。でも怖いんで一旦撤収で。これ一生終わらんて。いや腹ごしらえは大事よ。大して減ってないやん。え？終わりです。なんで毎回あっさり終わるんだよ。こって戦利品は大したことないわ。はい、というわけで無事帰ってきました。今回はさすがに死にすぎな。え？確かに大丈夫か。結構トロフィー集まってきたね。てかさっきから映像がついてるんですが、これはよくわかりません。プレイ中は何もなかったから録画ソフトが悪さしてるね。でも最後の方だけでよかったな。それな。あの4で早めに終わらせてもらって。尺も今回だけバグってるから早く終わるか。どうしようかな。あ、あ。